これが今シーズンの第1号となりました島内選手です。さあ先制ツーランのオコエが呼ばれました。そして先発2勝目をマークしました三馬です。今日はオコエと三馬のお立ち台ご覧いただきます。スタンド、そしてテレビラジオの前のイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは東打のお二人、オコエ瑠偉選手、そして三馬学投手に来ていただきました。大きな拍手をお送りください。まずは3回先制の2号ツーランホームラン、オコエ選手です。初球でした、狙ってましたか。まっすぐハリハリで行きました、はい、左中間スタンドへの一打、完璧な当たりだったように思えるんですが、打った瞬間の感触いかがでしたか。まあ行ったなと思ったんですけど、やっぱあの風がね逆風だったんで、打った後もしっかり全力疾走してました、はい。今シーズンここまでご自身のバッティング振り返っていかがですか。そうですね、やっぱ率がねまだ上がってこないんですけど、あの感触としてはすごくいいので、まあ、これから数字がついてくれば、いいなと思ってます。今日の先制ホームランも三馬投手に強力な援護点になりましたね。そうですね、はい、良かったです。さあチームは今日も勝利、単独首位をがっちりキープです。チームの雰囲気などオコエ選手から見ていかがですか。すごく、ね、いいと思いますし、またピッチャー陣も野手陣もすごいいい雰囲気でやれてると思います。はい、さあ明日はこのカード勝ち越しがかかる一戦になります。明日以降に向けて一言いただけますか。そうですね、勝つ、以上です。ありがとうございました。先制ツーランホームランの大越瑠偉選手でした。さあ続いては今シーズンの2勝目を挙げました三馬学投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずこのカード2週間前と全く同じ顔合わせになりましたが、どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。いや、まあ、前回負けてたんで、まあ、なんとか東明選手より長く投げて勝ちたいっていう気持ちはありました。7回途中2失点、今日のピッチング振り返っていかがですか。そうですね、まあ、取ってもらった後、ああいう形になってしまったのでちょっと反省はありますけど、はい、まあ、勝ちにつながるピッチングができてよかったです。ただチームとしては今ダブルエースが不在の中で、本当に三馬投手が先発陣のリーダー格としていい働きをしている印象があるんですが、今シーズンのここまでのピッチング振り返っていかがですか。まあ、そうですね、試合は作れているので、これを続けていけれるように頑張りたいと思います。そして今日の一勝が球団通算900勝となりました。この節目の試合で勝ち投手、ご気分はいかがですか。嬉しいです。なんか平石監督の初勝利だったり、こういうタイミングで勝てているのがすごく多いのでとても嬉しいです。さあ今日も大勢のイーグルスファンが観戦に来てくれました。ファンに向けて一言いただけますか。明日も勝って、勝ち越しできるように頑張ります。そしてリハビリ頑張ってきた鎌田が明日投げるので、たくさんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは大越瑠偉選手、そして三馬学投手でした。それではヒーローのお二人には楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。OK です。おめでとうございました。それでは記念すべき900勝目の勝利の儀式、オコエ選手お願いします。はい、それではいきます。3、2、1、バーン。